はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もポケットモンスタースカレット続きからやっていきたいと思います。さあ見てください、前回四天王戦ついに終わりました。はい、というわけで今日はチャンピオンですね、奥の扉、進むことでチャンピオンというか多分おもだかさんですね、と戦っていこうかなと思います。とりあえず一人一人お話だけ聞いてみましょう。グッドラックです、青木さん。それが言いたかったんだね。よし、ここに痕跡最大の決まりや。最後の試験官は強いですが、あなたも十分に強い。物事せず平常心で立ち向かうのですよ。最終試験いってらっしゃいですのよ。よし、でまあ消去法で言うと岩タイプよ。岩タイプだからとりあえずマスカーニャで様子見る。マスカーニャ、もし岩タイプじゃなかったらすぐに引いて、有利なところに行きましょうという感じでございますね。よっしゃ、行くか。とりあえずレポートしとこう。OK。んじゃあ行くよ。最後テスト挑みますか。もちろんです。おー、屋上なんだ。あー、やっぱ澤高さんだよね。うん、だと思ってましたよ。ようこそ、高2さん。ただ本気じゃないんだよね、多分ね。全クリ後にまた本気出してと戦えたりするんでしょう。あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて、大変喜ばしいです。最終テストは、トップチャンピオンである、この私、澤高との勝負。勝利すれば合格ですよ。でもその前に一つ謝りたいことが、私、リーグ委員長として、よろしくない欠点がありまして、ポケモン勝負に一切妥協ができないのです。そのせいか最近は合格者が現れず困っています。しかしあなたならチャンピオンネモのようにとてつもないことをやってのけるかも。それではご準備はよろしいでしょうか。あなたの際見定めさせていただきます。OK やろうか。トップチャンピオン澤高が勝負を仕掛けてきた。岩タイプ来い、岩タイプ来い。クエスバトラー。全然違う。ちょっと待ってくれ。でも待って待って待って。クエスバトラーエスパータイプだから大丈夫。ぜひ私に勝利してチャンピオンになってくださいね。いろいろなタイプ使ってくるパターンだ。でもレベルこっちが上だ。オッケーオッケー。そしたら、辻斬りで入ろう。マスカヤ、いけるぞ。勝てる勝負だ。何もさせるな、敵に。急所に当てた。えらい。えらい。マスカーニャ、えらいぞ。さすが正しい判断です。そのまま続けてください。全員ワンパンだ。これは手痛い。スタンディングオベーションものですね。オッケーオッケーオッケー。いいですいいです。次誰だ？正解出し続けるんだぞ。あ、電流何か覚えたな。雷か。雷110だっけダメージ。うわ、これ悩むな。30違うからね。ダメージ効率的には雷の方がいいんだろうけど、外す理屈かも考えて放電なんだよな。あ、とりあえず放電でしばらく大丈夫か。どうせ特攻そこまでもともと高くないから。高くないのを考えると、まあまあまあ、どっちでもいいっしょ。うん、大丈夫。このままいく。ゴーゴーと。ゴーゴーと。え？ゴーゴーとって誰だ？あ、やばい、わかんねえ。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 いや、そのまま行って、敵によっては引こう。ゴーゴーと。あー、お前か。ちょっとトンボ返りで引こう。倒せれば御の字。まあ半分削ればまあいいでしょう。 OK。 じゃあそしたらグレーアルマちゃんで行ってみましょうか。燃やしてやろう敵を。ビルドアップ、そういう系か。だけどマジカルフレームには関係ない。クリアしなくてもよかったかもしれないけど、倒せたね。倒せたわ。倒せた倒せた。オッケーオッケー、大丈夫です。おお、クレベース、クレベースはそのままいきます。物理方面化け物だけど特殊が結構弱いからマジカルフレームで攻める。どうせボディプレやってくるんだろ。あ何もやらせません。
何もやらせませんね。よしよしよし。知らん。ドド下山。ドド下山。誰だそれ。ドド下山。いや、またこれマスカーニャから行って、わかんなければ、トンボ帰りで引こう。多分マスカーニャの方が絶対早い。絶対早いと思う。マスカーニャお願いします。なんだ、ドド下山って。うわ、ドド下山ってこれ、あれじゃな、切り刻みの進化じゃないの、もしかして。うわ、切り刻み進化したんだ。へぇ、じゃあ格闘タイプか。トンボ帰ろう。決定打は一個もない。鋼悪だもんね。絶対切り刻みの進化だ。進化したんだ。もともと結構強かったのに。うっそ、すげえ。そしたら、骨よざる行こうか。そして、一発食らう。痛い。ただ、まあ、クロスチョップでいいでしょう。インファをぶつける。外すのか。ここで外すのか。死ねの続き。くわ、きく。どうしました、この程度で焦るあなたではないでしょうね。いや、インファイトかましとけばよかったか。失敗したね。さあ、まあまあ、でも、そしたら、どうする？どうする？どうする？グレーンアルマ行くか。確か、物理方面が確か強いやつだったんだよな。まあ、マジカルフレームか。鬼火からのマジカルフレームがいいか。後ろにつなぐのを考えよう。鬼火。で、相手の悪タイプの技が何かだな。何覚えてる？土下山。土下山。なるほど。そういう技を使うんか。まあいい。マジカルフレームだ。やけど入れといてよかった。よしよしよし。ナイスですね。土下山終わり。ミガルーサ。ミガルーサ、水タイプだ。これは入れ替えます。電流でいこう。ミガルーサ多分型破り、トゲトゲした魚だよね。はい、電流。で、ミガルーサ。どうも、水タイプですね。型破り。型破り。で、ここは放電で、痺れてもらうと。アクアブレイク効かんよ。よしよしよし、いいっすね。非常にいいっすね。よしよしよし。よし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 。さあ、ラス1。あ、キラフロールか。うわ、キラフロールだったらな。キラフロールだったらこのエザルぶつけたかったな。地面、確か岩毒だから、岩毒か。デカハンマー。行くか、デカヌちゃん。このやざるだったな、ここぶつけるの。まあいい、デカヌちゃん行こう。そのでけえハンマーで潰してやれ。あ、あははは。まだ、たゆんではいけませんよ。キラフロールを繰り出した。来たね。毒化粧だろうな、多分な。まあ、効果抜群のデカハンマーで。トレーナーを導く。光あれ、キラフロール。キラフロール、私も持ってるんですよ。実は私持ってるんですよね。あ、何タイプになるんだ？毒じゃない。ここで岩か。岩テラストルじゃない？はい、正解。岩テラストルですね。でも、ここで岩テラストルは握手じゃないか、それ。うちのデカハンマーで終わっちゃうぞ。はい、完璧。今更毒節巻いたところで勝てませんよ。終わりですね。相手のキラフロールは倒れたと。しゃ、これでチャンピオン。さあ、新しいチャンピオンの誕生だ。祝いたまえよ。私を祝え。想像を優に超える。
よーし、勝ったわー。素晴らしい力、素晴らしい技の連続でした。パルデア地方にまた一人愛偉大なトレーナーが誕生しましたね。おめでとうございます。新たなチャンピオンを公認。今度こそほんまにおめでとうさんやな。わー、チリちゃんありがとう。わーい、お兄ちゃんやりましたの。おめでとうございます。あっぱれ。小生は猛烈に感動してます。受け、また泣いとる。あなたたちポケモントレーナーはこのパルデア地方の宝物。チャンピオンはその中でもひときわ輝く存在です。チャンピオン公認、パルデアのトレーナーたちをその背中で導いてくださいね。それでは入り口までお送りいたします。きっと見知った互角遊があなたをお待ちかねですよ。いやー、なんかエンディングな気分だけど、これパルデアの大穴にこの後行くんだよね。さあ、誰が来、ネモだよなー。やっぱそうだよな。一人しか来てねー。ペッパーさんぐらいいてくれると思ったのに。コーニー。言わなくてもわかるよ。チャンピオンになったんでしょ？あたぼよ。知ってた。くそ。彼女ムーブしやがって。コーニーが実技テスト終わった頃に、トップから連絡もらってたんだ。私はチャンピオン、コウニもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオンランク、つまり対等な関係なんだよ。ということで改めて私のライバルになってください。これエンディングなんだよな。もちろんだよ。やったー。もうライバル同士だもん。心置きなく勝負できる。それじゃあ早速、私、早い早い、マジか。チャンピオンでもお待ちください。あ、トップどうしたんですか？チャンピオンコニとマスカーニャたちはチャンピオンテストを終えたばかり。チャンピオンなら相手へのお前やりも大切になさってね。う、そうでした。バトルジャンキーめ。いつも忘れちゃう。ごめんね、コニマスカーニャ。それに対等なライバル同士の記念すべき初めての勝負がこんな道端でよろしいのですか？え、あー、そう言われると確かに。それじゃあポケモンリーグのバトルコート貸してください。ふむ、お二人にとってもっとふさわしい場所があるのではないですか？え、私たちにふさわしい場所どこだろう。公認、最初に戦ったところか。ネモの家の裏でしょう。あ、うちの裏か。初めて勝負したもんね。私にとっては短すぎてちょっと特別感がないかもな。この金持ちが。宝食堂、いいじゃない。いいじゃない。宝食堂悪くないと思うんだけど。宝食堂、お二人にゆかりのある場所なのですか？うん。いや、バトルしたよね。ダメか。他にふさわしい場所。はい、テーブルシティですね。知ってました。うん、知ってたよ。テーブルシティいいね。私たちが立派に旅立った場所。ここに、クラベル先生が言ってた課外授業。自分だけの宝探し、覚えてる？私にとっての宝は、本気の力をぶつけ合える、対等なライバル。きっと公認の存在だったんだよ。そういうわけで公認。テーブルシティ中央広場、バトルコートで待ってるから。めっちゃ嬉しそう。互いが互いを尊敬できる、羨ましい関係ですね。私トップとは呼ばれておりますが、チャンピオンネモは、私との最終試験ですら力を温存しておりました。マジで？あなたになら彼女も本気を見せてくれそうですね。 OK、 じゃあ正面から叩き潰してやろうか。実力の差ってやつをよ、見せてやりますよ皆さん。まあ、とりあえず回復してからだね。体力でも削れて、しっかり削れてる。よし、マスカニャ頑張ろうぜ。待たせたなぁ。ネモちゃん、やろうか。こんな街のど真ん中でいいんすか？学校じゃなくて。もうすぐだよ。あ、来たね、公認。チャンピオン同士のポケモン勝負。噂を聞きつけてみんなも集まってきたみたい。おぉ、みんなだ、本当に。ここにいる全員、みんなの中で、
私が一番楽しみなんだよ。あ、校長。青木さん、なんだ、諜報員か、マジで。私の本気の力と、実った君の力。どっちが強いか勝負しよう。来たな、もうな、最終戦だな、マジで。もうここでさ、スタッフロール流れてもおかしくないぐらいなんよな。ルガルガ。さあ、マスカーニャからだ。さあ、どっちが早いかな。ずっと待ってたの。最高の勝負、始めるよ。無理だな。君じゃ弱すぎて勝てねえ。てか、あれ、レベル高え。トリックフラワーから入ろう。はい、こっちの方が早い。助かります。まあ、ルガルガンね。まずはこれぐらい。あたぼうよ。最初に教えたタイプ相性が私をピンチにするなんて。ここ一番で当ててくる。ラッキー飛び越えて才能。いや、もう、必中だもん。確定ですから。確定ですから。当たり前なんですよな。さあ、私のリードだ。パーモット。パーモットか、入れ替えるか。そしたら、私はグレーンアルマで行かせていただく。で、パーモットさんにはしっかりエスパー技ぶちかましてやろうかな。ほっぺスリスリ系やってくるかな。でも多分パーモットの方が一回早いから、まあ、最高ショックでいいでしょう。電光衝撃、なんやその技。電気を使い切った、どういうこと。うわー、リアル耐えてきやがった。でも今の技以上の多分ダメージ与えるやつはないから、クリアスモーク。電光石火倒せない。よし、オッケー、バッチリ。でパーモットは下がってもらうと。さあ次、ミミズズ。渋いな、相馬戦おう。ミミズズは物理方面が硬かった、確か。で、効果はつくのマジカルフレームをぶちかます。多分鬼火やってる余裕はない。追っかけ、ナイスナイス。ヌメルゴン。600増幅同士の戦いやっちゃうじゃん。セグレーブ出しちゃうよ。大怪獣決戦やろうじゃないか。ヌメヌメとカチカチでよ。出てきたヌメヌメで、レベルは向こうのは高いけど、こっちの方が強い。こっちの方が強い。とりあえずツラの都市から入って氷のつぶってで決めてあげよう。はい、こっちの方が早いし。おお、一発。ヌメルゴン育ってないんじゃないのそれ。ノココッチ、渋い。こうしよっかな。さっき活躍できなかったこのエザル行きましょうか。さあ、このエザル。お、活躍してくれよな。ノココッチか、渋いね。団子みたいな体しやがって。インファイトだ。さっきは舐めて使わなかったけど。やっぱ命中安定よな。よし、ちょっとここも下がると。でも関係ねえ。でベーニバルか、でも入れ替える。最後はやっぱマスカーニャと戦わせないといけんよね。さあマスカーニャ、テラスタルやってやっちゃおうか。最後はこの子か。ベストを尽くしてくるんだよ。このウェーニバルをさ、最初新しく育て直してるじゃん。その前の使ってたポケモンたちって何なんだろうね。ちょっと気になるわ。まあ、戦う、テラスタルのトリクラはワンパンです。知らんけど。知らんけど。
さあ、頭に花が咲き乱れます。はい、光り輝け私の最高の宝物。うん、光ってる。頭から水が吹き出ますよと。まあでもそれだけの話ですわ。トリックフラワーでおしまいです。ゆっくり眠れマスカーニャ。違う、マスカーニャだよ、ベニバル。はいはい、お疲れ様でした。対戦ありです。対戦ありがとうございました。まだまだ修行が足りねえみたいだな、我がライバル。泣いちゃったか、ごめんな。やったー。何が？すごいすごいよ、高2は最強だ。嬉しいな。どういうこと？だって私本気で戦ったのに。あ、強すぎるド M か。くぅ。ポケモン勝負ってさ、思ってる以上にずっと楽しいよね。ありがとう、次は負けない。うーん、最終回。うーん、最終回。さあ、ここに一休みしたらもう一度ポケモン勝負しよう。マジバトルジャンキー。次はどの子で戦おうかな。でも選択肢がいっぱいあるんだな。多分20匹か30匹ぐらい同時に育ててんでしょ、あのレベルで。さあ、チャンピオンロードクリア。で、自分の部屋戻ってきたんだ。ロト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 。ついにでも全部クリアしたから、パルデアのお穴行くんでしょ、これ。よう、ペパーだぜ。バウワウ。わ、飛びつくなって、子犬の声聞いて、なんかはしゃいでる。あ、そうだ、本題。エリアゼロに行くって話。お前覚えてるよな。もちろん。だよな、さすがの記憶力ちゃんだぜ。あ、このやりとりもペッパー懐かしいな。コニがいろんなとこでいろいろ頑張ったおかげでさ、エリアゼロに同行してくれる仲間を2人確保できたぜ。いや、もう2人だよね。へ、こんだけ人数揃えりゃ文句ねえだろう。エリアゼロに向けて4人で出発だ。とりあえず集合しようぜ。ゼロゲートって施設で待ってる。位置情報を送るから、さっさと来いよ。おー、なんだこれ。待ってるからな。あう。ゼロゲートに向かおう。どこだ？どこだ？多分ここだと思うんだよな。これ。あー、やっぱり。そうそう。このチャンプルタウンのところで、裏に何かあるって話は聞いてないよ。なるほどね。で、ちょっとね、今日もう一個やりたいことがあって、ちょっと出ますね。はい、というわけで、お母様一応ね、報告しに来ました。野菜食べるのにサンドビッチのレシピ考えたの。お野菜サンド？はぁ。へぇ。チャンピオンになったんだ。一応僕チャンピオンになりました。チャンピオンクラスです。はい。まあ、しょうがねえな。無茶あり。したら、これで終わりじゃないんですよ。で、行きたいところが、ネモさんのお宅入れるらしいんですよね、どうやら。なんで、お宅担保ということで、まずね、ちょっとね、ネモ家にね、ちょっと、家宅捜索入ってみたいと思います。ちょっとね、やはり気になるんですよ。どういう生活をしてればあんなバトルジャンキーが生まれるのか。豪邸じゃん、そもそもさ。普通、ないよ、この、このクラスの家は。あ、これ取り残してる。傷薬だ。で、ほら、家の裏にさ、プライベートビーチがあって、すごくね？この家やばいよ。
やっぱりね、違うんよ。そもそも出来はやっぱ違うんよな。人間としての格がやっぱ上なんだよ、この人は。ああ、入れた、ほんとだ。お手伝いさんとか、不思議でございます。埃ってどこから来るのでしょう。ポケモンから不思議でございます。あいにくですが、家主は留守にしております。へぇー。パチリスだらけだ。ラッキー。これ壁とかすげえな。お掃除終わった？パーフェクトです。EV の絵が。え、マジ豪邸じゃん。何この絵。つかさ、深まるとヌメラがいる。あのさ、まあ600族が当たり前のようにうちにいるんだよね。あ、そりゃあね、やっぱバトルジャンキーなるわ。これはしょうがない。家庭環境はそうなんだもん。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回いよいよ最終章になるのかな。パルデアの大穴の探検ですね。エリアゼロ、向かっていきたいと思います。はい、というわけでここまで語りの私コインでお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。